どうも、レンタです。どうも、関根サークルのレンタです。友人です。スーです。ひろまるです。ということで、本日はですね、大阪工業大学の大宮キャンパスに来ました。去年も実はね、コラボしたんですけども、あの頃は花おでんがありましたから。ありましたね。動画撮ったの覚えてる？覚えてますよ。あのあれですよね、サウナめちゃくちゃ入った後に、うん、マイナス20度入るっていう。そうそう、そういうことやるんですよ。このチャンネルでは真面目なことやっていきたいんで、今日はですね、普通に大阪工業大学さんの最先端の研究覗こうじゃないかということで、今回やりたい企画、積分サークルと点眼で大阪工業大学の理系研究室を巡ろう。よっ、イエーイ、見たい。ということでですね、まあ、研究室見学です。この大阪工業大学さんを考えてる人とかも、この面白いってなるかもしれへん、そういう気づきになるような研究室見学をみんなでしていけたらなと思いますけども、広丸さん、研究室見学こんな初めてじゃないですか？全く初めてです。リアルの研究室見学半年前ぐらいに。リアルの研究室見学やったことあるの？でも、まあ理系なんで、はい、一応研究は分かるかなとは。そう、だから一応全員理系を呼んでるんですよ。まあ、そこにね、議論しつつ、切り込みつつ、いろいろ話していけたらなと思います。それでは、回っていきましょう。お願いします。 Let's go! いやー、ということで、ドッキリです。やべっ、いや、ドッキリです。何がドッキリかを説明しないと皆さん多分何も分かってないと思うんですけど、大阪工業大学さんとタイアップしてること、これはほんまです、うん、はい、これはほんまなんですけど、今日はうちのメンバーキムとヒロマルをドッキリにかけていこうかなと思います。そこでやっていきたい企画、研究室見学中に新元素見つかるドッキリ。ということですね、今から研究室見学をして普通に1個回ります。ちゃんと回るんですけど、2個目の時に新元素見つかったでみたいになります。なわけない、なわけない、なわけない。そんなことありえないんですけど、スンとルントは全面的に、まあ、ありえますねみたいな感じで、あくまでエンターテインメントなんで全部嘘なんですけど、はい、新元素が見つかるっていうこと自体はニュースになったりするじゃないですか。そうですね。ってことを考えると、ギリギリ騙せるんじゃないかっていい塩梅だと思うんですよ。ルントいけそう、これ。やっぱ十分ヒロマルさんを騙せると思う。間違いない。キムさんかな、どんなに詳しいかな。で、まあ先生誰がやんねんって話じゃない。そうですね。半大でも伊藤教授がしかやってくれない。ヒロマルさんみたいな、しかやってくれないんですけど、なんと今回これが実現したと。じゃあちょっと先生と4年生来てもらいましょう。どうぞどうぞ。ということで、よろしくお願いします。お願いします。大阪工業大学工学部青年工学科のトナミと申します。よろしくお願いします。トナミ先生、よろしくお願いします。で、ピークを見つけて先生を呼びに来る女学生係、4年生。だからドッキリをもう一回改めて説明しますと、ちょっとだけ新元素の話とかを盛り込みつつ話していくんですけども、途中でこの女の子が呼びに来ます。先生、先生、先生、新しい元素見つかったかもしれへんみたいな。その後も、ここにこういうこんなん出てるやろ、こんなん今まで見れへんかったんやみたいなことを、ちょっとまあ言い方悪いですけど、打ち上げると。科学者としてはちょっと断腸の思いで、断腸の思いだから、これだから何回も言いますけど、あくまでエンターテインメントなんで、あくまでエンターテインメントとして大阪工業大学さんが快く協力していただけるということで、ありがとうございました。本当にすいません、最後なんでこれ協力していただけるってことになったんですか？却下されるかなとも思ったんですけど、はい、正直、はい、だいぶ揉めたんですけど、揉めた、最終的にじゃんけんで、じゃんけんで決まったんですか？じゃんけんで最終的に、まあ、2人だった、2人の候補者、あ、候補者が2人いて、え、じゃん負けってことですか？じゃん負けってことですか？あ、そういうことです。いや、もうやばい、申し訳ない、申し訳ない。どうせなら変わってあげたい。でも先生が何か失敗したとしても、僕らで何とか彼らを巻き込んでいくんで、そこでまあ何とか耐えていこうかなと思います。まあちょっとどうなるかわからないですけど、ちょっとまずやっていきましょうか。じゃあ、ということで、お願いします。お願いします。いや、でも分からんことは聞くでもいいし、何話してもいいから。NG はあるかもしれんけど、それは後でカットするから。環境工学科の生命環境学研究室の川村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の研究室はですね、油を作る微生物の研究をしていまして、好きそうや。これはですね、光合成をして二酸化炭素を油に変換することができると。二酸化炭素を油に変換する。そうです。もちろん生き物ですから、増やし直せば作り直せるということで、再生可能ですと。
面白い。これがですね、元祖増殖速度ナンバーワンだった昭和株という株で、1980年代ぐらいに見つかってですね、使いやすいということで世界中でシェアして使われていた株なんですけども、それに対して昭和株よりも早い株としてですね、見つけたのが678株という株で、これはインドネシアの共同研究者と一緒にインドネシアの池から見つけたもので論文を発表したりですね。678って何か意味あるんですか？単なる投資番号で使いにくいなってことで名前を募集中なんですけど、キムなんか言ってあげた方がいいこっちが昭和株なんだ、こっち令和株、やっぱそう思いますね。でしょうね。そう思ってますんで。そうだ。現場に一つずつ違うパスを入れて、一番早かった人を見つけた上で、こういう大きなスケールで量を増やす突然変異症というのを出していって、ちょっとこちらの方でですね、学生さんを聞いていただいたら、僕はこのボトリオコカスを使ったトンプザバイオっていう実験をしています。つまりさっきまでのできた藻を実用化するためのつなぎの研究みたいな感じですかね。そうです、はい、この研究室の中だと一番応用研究に近いと僕は思ってます。他の大学でもやられているような研究なんですか？僕が知る限りでは高密度の培養実験はされてないですね。だから今この大学入れば将来的に第一人者とかになってる可能性も可能性もある。いやそれはちょっとこちら顕微鏡で美味しそう。美味しそう。周りにちょっと染み出てるのが炭化水素の油、ね、ぐっと押しつぶしてやると油がこう染み出てくる。絞り出すみたいな感じ、はい、そんな感じです。ミルキングということで言われてたりしてて、先ほど説明してくれた大学院生はミルキングの技術で有名なオーストラリアの研究者のところにこの夏から留学に行く予定で、国際協力が重要な。そうですね、世界中でちょっとずつやられていて、研究室ごとに強みっていうのがあるので、いいところをですねやり取りすると。こんなところです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次の研究室いきますか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。お願いします。お世話になります。大阪工業大学生命工学科の都成と申します。今日は自分の研究室の研究テーマ、どんなことを研究しているのかということをちょっとお話しさせていただこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。研究室でやってるテーマはですね、たくさんありまして、ダイジェスト的に最初に紹介をして、一つのテーマだけを深掘りというかお話ししてまいります。まず一つ目なんですけれども、はい、新元素ですね、新元素ですね、新元素ですね、今まで、明らかになっている元素が118番まで、はいはいはい、ということなんで、つまり119以降、まあ、119とりあえず、作って、で、合成して、それを、証明していきたいと。おー、なるほど。新しい第8周期を作ろうとして、そういうことですね。すごいことだけどな、それ。まあまあ、存在は可能っていうのは、130からいけるっていうのはある。まあ、これ、なかなか難しくって、ずっと続けてるんですけど、2つ目、白い漆ということなんで、漆って大体黒とか、赤とか漆の色になりますけれども、黄色とか青とか緑とかも、やろうと思ったら作れるんですよ。色付けをすること自体は可能なんですけど、唯一、白ができないんですよ。白にもこういろんな白がありまして、はい、全部で何色あるかご存知ですか？まあまあ、とあるね、アンミカというから200色あるとね。さすが、有名な説で、大体200色ぐらいあると、有名な説、先生も乗っちゃうんや。で、できればですね、純白を目指したいと。これもできたらいいなの2つ。なるほど。次、化粧品材料、例えば抗酸化性を持ってもたせよう、あるいはもちろん紫外線をカットする機能も持ってほしい、そういった新しい材料を高分子材料で作り出そうという研究もやってます。で、次はですね、遺伝子を導入する研究というのも、これ結構世界中で行われてて、遺伝子を細胞の中に導入するっていうのはそんなに簡単ではなくて、どうやってその角膜の中まで放り込めるかっていう研究も少しやってました。僕らなんて最近ちょっと止まってるんですけど、なるほど。学生がいなくなっちゃった。学生があるあるある、研究あるある。こんな研究もありました。次、人工血管、これは結構最近力を入れてるテーマなんですけども、例えばですね、冠動脈っていう動脈なんですが、それが詰まっちゃうと心筋梗塞とか狭心症っていう形になって、よくそういうのを治すときに人工血管を移植というか、あれ、デンガーさん、心臓で一番分厚いのところでしたっけ？左心室。ありがとうございます。失礼しました。失礼しました。これも結構最近頑張ってるんですけど、抗体っていうのをつけてるんですけど、これ化学的に合成した高分子で
抗体と同じ機能を働くようなものを化学反応によって作ろうっていう研究をやってます。まあ、細かいこと言うともうちょっといろいろあるんですが、人工血管のところはもう少し説明させてもらおうというところで、人工血管のじゃあ今どの問題かというと、血栓ができちゃうっていうところなんですよ。人工物を体の中に植えるので、その表面で血栓ができちゃう。だから血栓をできなくしたいなってみんなが思ってて、血管の細胞が植えた人工血管の内側の表面にまあくっついてくれれば血栓ができないという、そういうまあ戦略が考えられるんです。じゃあどうやってやるんですかというところで、人工血管の膜の、まあ、裏表を貫通するというか、そういう材料で人工血管を作れば内側表面をちゃんときれいに覆ってくれるんじゃないかということを、まあ、考えているわけです。実物というかサンプルがあるので、彼に実物とで、その電子顕微鏡をすでにちょっとセッティングしてありまして、ちょっともう聞きますよ。そうですね、はい、ちょっと見てもらえるので、はいはい、ぜひよかったら触っていただければ、キリッと剥がしても問題ないんで。紙だ、普通にこれを丸めて血管の中に入れる。今回は何してんねんお前お前大学院生ドン引きやで今いや大丈夫大丈夫大丈夫な。今やってる研究段階は基礎研究なんで、うん、まあ、どれぐらい発生した時に細胞が効率よく、うん、あの移動するかとか、移動するか、移動するかとか。先生撮ってください。今撮影中すぐ戻りますね。はい、今何か分からなくなった。これ何でしたっけ。で、まあ、実際に観察できるものがここにありまして、これを拡大していくとこのように繊維状になってまして、この素材は買えるんですか、市場で。この素材は、実際使用しているこれさっきの話だと安全性のあるものだからすでに決まってるって感じだったんですけど、はい、これをなんかどうやってこう組み合わせてシートにするかみたいな感じ。そうです、成分決まってるから向こうちょっと面白いデータが見られるんで、ちょっと来てもらっていいですか。はいはいはい、はい、そういうことやったんですか。これちょっと測定してたデータなんですけど、はい、新元素を探索してるっていうのがあったじゃないですか、はいはいはい、このですね、ここピコーンと出てるやつがそれに対応するスペクトルなんです。見つかった。なんで。ごめんなさい、ちょっと。ということかな。さっきの話で108の次に109が見つかった。118の119の可能性が119の可能性が今そうですね、すごい瞬間に立ち会えてる今、持てる、もう一回当たって。連絡とかいろいろあるんですけど、はい、理研とか、だから今バナジウムとキュリウムでぶつけてやろうとしてるの。あちょっとちゃんとグラフ見たい。え、すいません。え、すごっ。どれぐらい研究してんのこのグラフなんですか。私マジで卵なんてまだ。あ、そうなんですね。学生、え、だってピロマさん、だからでも、でもだからルンとこういうのでもあれじゃない、海外でとかは知らんの。カリフォルニア大学バークレー校とかは、うん、の近くにあるあのローレンス・バークレーナショナルラボラトリーってのがあるんですけど、長いなそこがフルネームいらんでみたいな大量の元素を発見してて、そこもかなりノウハウあるんですけど、うん、バークリウムってバークレーですか。そうそう、バークリウムとかバークレーでできてる。あ、そりゃそうやわ。そうシーボーゲームとかカリフォルミウムとか、うん、そういう、見た。どっちの私も青い。そうです。あ、はっきり見えるように。じゃあ青いやつだけ残せんの。はい。あ、できたできた。あ、これやっぱその手数増やしたらだいぶはっきりしましたね。ピーク幅が200とかです。ちょっとブロードですけど、まあこれ本来ないはずなんで。そうですね。分からんけど。ピーク幅が細ければ細いほど安定で、うん、太いから、うん、あの崩壊、すぐ崩壊して。さすが海外留学されました。その UCLA 的目線からやらせてもらって。どこで生きり倒してる。ここになんか下がってるところあるってことは、こっちとはまた別っていう。そうですね。こっちはちょっと別のものを見てるんですけど、はい、まあここにあるかないかっていうところに注目してて、はいはい、まああったと。これ名前とかはどうするんですか。これ元素の名前ですか。ああ、そうそうそう。元素の命名権はあの我々にあります、ね。もし電子で発見されたら、発見したグループが、まあ、グループが基本的に基本的にありますね。人の名前とか、はい、地名とか、はいはいはい、まあ、そういうのがクリームとか、はい、地名で大阪ニュームみたいな感じになるかもしれない。まあ、ね、あ、なるほど。もしかしたら、そんなことある。いや、そんなことある。命名者、キノさん。あれ、みんなもなんか一個ぐらい。僕も言ったことある。
じゃあちょっとじゃあ向こうのホワイトボードあるの。あ、いいですよ。いいですよ。やばい。公開しても大丈夫なんですか。それ俺裏でちょっと裏でしょ。大阪入門。大阪入門。大阪入門。大阪の大阪の大阪の大阪全然何はニウムの NW ってこともいいです。あー NW は悪くないです。え、極端な話これ何セキサーニウムとかでもいいわけ。まあ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 電化ニウムでもいい。全然電化ニウムでもいい。電化ニウム電化ニウムでもいいっすよ。やらへんねん。 DG でどうすんねん。これやばいってこのホワイトボード。このホワイトボードやばいってまして。電化ニウムなかなかいいんじゃないですか。いやいやそんなこと言ってる間もなく一旦論文書いた方がいいっすよ。ちょっとまた連絡とかして。はい、ちょっと考えてください。ほんとすいません。なんかとりあえずヒロマリウムとかでもいい。あ、全然いい。ヒロマリウムとか。それかアスカニウムにしてあのサプライズで。AK は？あ、行きます行きます。AK 行きます。2年記念日とかで。あ、君へのプレゼント。だからあれですか。119本のバラを。もうね。おお。119本。いいですね。ただあの難点はすぐ崩壊するって。不安定な。不安定っていう。ダメか。この研究室さ、いろいろ研究してて結果出してるのエグくない？まあまあそうですね。エグくない。てか何があれって広いんですよね。なんか。しかもだって最初バイオメディシンって言ってたのに一番関係ない分野と。最近の医療とかでいうと崩壊した放射線とかをがん細胞に当ててその治療するみたいなのあるので、原子核十分かかってくるんですよね。メディシン。オガネソンみたいな方向も出しといた方がいいんじゃない？デガネソン、デガネソン。いや、キムヒョジュンとか。ルームに出したいと。もうあいつがオンはダメです。オンだ。オンは一番右なんで。ルートアニウムはちょっと語呂が悪い。所属事務所ウームは。あ。広まるちょっと出した方がいいんじゃん。まあ待ちかねはニウムとかどうか。奪い取る。奪い取る。奪い取る決めてません。いやそれお前ここ大阪工業大学やで。住みすぎやろ。ダメですか。でもさそういえばさなんかクイズノックで見たんやけど J と Q やっけ。まだ使われてない元素。はい。はい、すいません、今ちょっとの機械を見学してもらえるんですけど、うん、ちょっと人数がいっぺんやってられないんで3人だけ先に来てもらっていいですか。じゃあ、まあ、じゃあ俺ら3人行くか。あ、はい。まあじゃあ君らこれに向かって、はい、あの出して使わないですよね。使うとかじゃないからもう。あ、J と Q 使ってください、できれば。じゃあ J と Q のちょっとね、ウムで終わるやつを考えていきたいと思います。ひろまるさん何かありますか。ジャパニウム、すでに日本ニウムがあるのに。はい。まあいいかもしれないです。まあでもその日本ニウムの時多分ジャパニウムも考えられてたんですよね。そうですよね。なんで日本ニウムになったんですかね。なんでなんですかね。日本人はだってジャパンって呼ばないですよね。日本ですよね。うん、やっぱそれを世界にアピールしていきたかったのかなっていうのが僕の見解ではあるんですけども、日本ニウムの中にジャパニウムはですね、順番が逆なのかなってちょっと僕は思いました。はい。じゃあそれで。じゃあそれでじゃなくて。でも日本っぽい方がいいですよね、やっぱり。寿司ニウム、箸ニウムとか、ラーメン。ラーメンニウム。ラーメンニウム。ラーメンニウムいいかもしれないですね。スモニウム。え、でも正直バレてないと思いますよ。いやいや、多分キムさんは気づいてるんじゃん。アリエナさんで若干気づいてる。ちょっと疑うというか知らないから多分気づいてる。魔法使われました。あの、ね、このお姉さんも上手やった。本当にあの堂々たる演技で。どうでしたお姉さん。主役同感頑張ります。役同感。ちなみにあの先生と女の子事前に練習してます。なんでしょうね。で僕その映像見てあのほんまに微笑ましくなりました。ほんまにごめんなさいってなった。そろそろかな。もういいですか。はい、じゃああとはい、そろそろじゃちょっと呼びに行きましょう。はい、やっぱり中高生のために覚えやすい元素の方が良くないですか。うん、確かに覚えにくいんですよ。何が覚えやすいですかね。お待たせしました。はいはい、キムさん、ヒロマルさんも。はい、ありがとうございます。会えた、この場。いい目出せました。いい目出せました。ということで、ドッキリ大成功。はい、ということで研究室見学中に新元素見つかるドッキリ。いやめっちゃ大
したのに。間違いない。ちなみにこれは信じてました。めっちゃ信じてました。もうめっちゃ信じてた。めっちゃ信じてました。嬉しい。嬉しい。どう思ってた。バーって呼びに来たやん。女の子が。いやマジで、うん、でもなんか。人死んだんかなっていうなんか命名の時に先生が思ったより乗り気で年賀状にしましょうみたいな。そんなわけないもんそんなわけあらへん。ちなみに1個目の微生物から油を作るっていう研究、うん、あれはあれはあれドッキリ。あれドッキリするのむずすぎるから。ここの研究室は多分原神原材以外は多分本当です。いや思わなかった。なんか新元素だけ。そうだからバイオメディスンって言ってるのになんか全然関係ないこともやってるんだ。へえ。なわけないよ。学部の卵ですって言ってる人がめっちゃなんか機械を慣れ慣れしくというか。慣れ慣れしく。慣れた手つきで。慣れ慣れしいはちょっとなんかおかしい。日本語おかしい。慣れた感じで操作しててあれどういうとは思いました。まあ俺一人対4人やったらバレると思ったんで。この2人だけはこっち側に引き連れて。いやそれは強いですわ。いや詳しい2人持ってかれた。1人の反応で信じたっていうところもあります。そうですね、それも狙い通り。それしかも言ってることは本当ですから。じゃあ先生ちょっと一回来てもらっていいですか。先生すいません、この企画のためにちょっと多少嘘をついていただいたと思うんですけども、僕が大阪ニウム行った時にいいですねみたいなこと言ってあこの人アホやなと助かったと思ったんですけど、僕がベンガニウムどうでしょうっていうのを聞き出さないといけないんですけど、自分から言うのちょっと苦しいじゃないですか。あ、キムさん言ってくれたと思って。お前独自を助けてるんや。助けてもらった。先生アホやなと思ってたらアホなの俺やった。いやでも本当にすごいやばい。でも正直トナミ先生の演技が上手やった。マジで俺あんまりってなんか助ける必要もなかったというか、上手にやられてて。でも実際すいません、緊張しましたよね。しましたね。演技みたいな、まあ、ドッキリとかももちろん初めて、はい、まあよく考えてみたら幼稚園のお遊戯会以来。ちゃんと喜んでましたよ私。お母さんに話そうと思って。まあでも守秘義務あるんで。とりあえずね、あのドッキリちょっと協力いただいてありがとうございました。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました本当に。はい、ということで長きにわたるドッキリ終了いたしましたけども、いかがでしたか、キムさん。いやー、でも、まあ、僕ほどの強運になればありえないことないと思ったんですけど。うぬぼれです。ピロマラ、ピロマラ。いやでもなんか楽しかったですね。先生の演技がすごすぎてミュージカル見に来たみたいな。めちゃくちゃ言うやん。まあ、これは全てですね、この大阪工業大学さんとのコラボによって本当に実現した企画になります。着火されると思って提案してるんで。いやでもこれやってくれるって大学だけでも評価高いんじゃないですか。いやすごいですから本当に。学長さんが最後は面白いことやろうぜみたいな感じでこの企画に判を押してくれたっていう、本当にありがとうございますという話なんですけども、まあ今我々がいるここはですね、もう大阪工業大学の大宮キャンパス図書館も最近できたばっかりということで、今月1日ですね。そう、今月1日にできたばっかり。どうですかこのキャンパス。あ、綺麗すぎる。綺麗すぎる。いや正直これさ、公立大学にはないというか本当に綺麗な大学。うん、ルントは最先端の研究されてるグループ見れて、それ面白そうだなと思います。それなんか1個目に回った研究室はガチなんで、ガチンコで研究しててガチンコでオーストラリアに行く学生がいるっていう。そう、あれすごい。本当に優秀よね。広丸どうでした、この大宮キャンパス。そうですね、研究も最先端すぎて他の研究も知りたいなってなりましたし、何より勉強がはかどりそう。そういう意味でも結構非常にいい大学ということになってるんですけども、この大学さんはですね、オーバーザリミットということで限界を超える成長というふうなことを掲げている大学でして、だから最先端の研究とかにもしっかり触れ合えるし、しっかり自分の成長っていうのを限界を突破することができるという大学になります。で、就職率も非常にいいということになりますので、気になる方はぜひこちらに来てほしいということになるんですけども、この度私電眼がですね8月6日のオープンキャンパスに登壇します。梅田キャンパスに登壇いたしますので、ぜひ気になる方は概要欄から大阪工業大学チェックするもよしですし、実際オープンキャンパスに足を運んでいただくもよし。梅田キャンパスめちゃめちゃアクセスいいですよね。めちゃいい。だから梅田にキャンパスがあるって俺信じられへんわ。やっぱ信じられへん。詳細は全て概要欄に書いておりますので、ぜひ足を運んでいただけたらいいかなと思います。ということで本日の日常展開これで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。オープンキャンパス来てね。オーバーザリミット。
先生、ちょっと今日ないんです。来てください。どうしたの？なんか、とりあえず急いでるんです。え？はい